どうも、ちよです。はい、ということで本日はですね、まあタイトルサムネにもある通りお金の話です。まあというのもね、もうすぐ12月で、まあ早いもので2021年も終わってしまうなということで、まあ僕はですね、先日、2021年の、領収書整理を行ってたんですよ。まあね、その僕はその一般のところでも働いてるけど、まあプラスアルファでね、この YouTube のことだったりとか、まあそのフリーランス的なところでの収入もあるから、まあその確定申告とかもね、あったりするんで、まあ領収書整理っていうところをね、まあ2021年ももうすぐ終わるしっていうところでしてたんですけど、そのね、領収書整理をしていて、もう僕は驚愕したんですよ。まあね、いろいろなところにこの1年間お金使ってきたし、まあそれこそ引っ越しとかもしたから、まあその新生活の、まあ、例えばいろんなものをね、買ったりとかして、もう本当にね、その、すごくお金っていうところはたくさん使ったんですけど、まあそのね、いろんなね、その種類のところで使ってきたお金の中でも、やっぱりその改めてこう金額を見たときに、みたいな感じですごいもうびっくりしたのが、オタ活のお金だったんですよ。まあほんとね、みんなこうね、CD 買ったりとか、まああとライブ行ったりとか、あとまあね、もろもろ、その、なんかね、写真買ったりとか、まあほんとにいろんなところに、まあそのオタクとしての、こう、お金っていうところを使ってると思うんですけど、ほんとにね、みんな見直してみ？ほんとに。マジでやばいから。まあなんでね、今回ね、この動画で、まあざっくりのね、概算にはなっちゃうんですけど、僕がね、この1年間で、まあどれぐらいのね、こうね、オタクとしてのお金を使ったのかっていうところを、まあ全部ね、公開したいなと思うので、まあぜひね、見ている皆さん、さんも、まあ、私はね、この1年間でいくら使ったんだろうっていうところをちょっと考えながら、最後まで見ていただけたらなと思います。さあ、ということで僕が1年間ジャニーズ様にいくらね、こうね、貢いできたのかっていうところを、改めて計算していきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、基本的にね、まあ僕のこう、支出でまあ一番多いのは CD とか、まあ音楽とかの部類かなっていうふうに思います。まあなんかライブとかはね、まあ今年はまあ一回も行ってないし、まあなんか配信とかはまあちょろっと見た分とか計算に入れようとは思うんだけど、まあやっぱり圧倒的にその多いものは、まあ CD とかライブ DVD とか、まあなんかそこら辺になってくるのかなっていう感じです。まあなんでこの2021年のところの、まあ大体のね、僕が追っているグループの、まあそのリリース順っていうところのものを、まあ大体思い出しながら、まあ計算していきたいなと思うんですけど、まずね、1月にね、もう年明けすぐストーンズが、ファーストっていうね、まあ本当にめでたいアルバムを、出したので、もう僕は全形態買いましたよっていうことで、まず1万円を入れたいなと思います。で、プラス1月は、スノーマンのね、グランドールもね、まあ、発売したということで、まあ、僕もね、バッチリ3形態買ったので、まあ大体、いくらだろうな、まあ、4500円みたいな感じで入れますと。で、他に1月は、ジャニーズベストの週刊うまくいくよ僕は通常版1枚だけ買ったので、まあ、大体1000円っていうことでプラスしたいなと思います。で、そして次に2月へ行きまして、ストーンズのね、僕が僕じゃないみたいだを僕は、初回版の1かなと、あと通常版の2形態、購入したので、まあ大体、まあ、2500円ぐらいで、まあ、プラスして、で、そして次に2月の24日ですね、キスマイフットツーのラブバイアスっていうね、まあ、僕もたくさん動画で取り扱ったやつなんですけど、まああれを僕は、全携帯3つ買ったのプラス初回 B だったかな、まあ、それをプラスで2枚追いラブバイしたので、まあ、計5枚買ったから、まあ、だいたいここをまあ7000円ぐらいでプラスしたいなと。はい。で、次に3月3日セクシーゾーン10周年のアルバムを SG10 僕は通常版を1枚買ったので、まああれがね、多分期間限定でちょっと安くなってたのもあるけど、まあ多分3000円ぐらいですね。まあこれ僕1枚買ってますと。で、そして次に3月17日のジャニーズ WEST のレインボーっていうね、アルバムを僕は購入したので、これもね、だいたい3000円ぐらいでプラスと。はい。で、ここでね、3月が終わると思いきや、僕はですね、3月にスノーマンのライブ DVD も買っているので、まあこれのね、7300円っていう、まあ約7000円をプラスしたいなと思います。で、そして次に4月に入りまして、まあ、平成ジャンプがね、ファブ、ライブスピークスっていうね、配信のライブをしてくれたので、まあ、それにね、参戦した分のだいたい5000円ぐらいか、5000円プラスと、あとね、僕はグッ
つをその時にえぐい買っちゃったので、あれがね多分2万5000か7000ぐらいね、そのアクスタとかも全種類買っちゃったから、まあ行きましたよとプラスで、そしてその後に平成ジャンプがネガティブファイターをリリースしたので、まあそれも全携帯買いました、プラス4500円。うん。でそしてその後5月の19日にキンプリがマジックタッチとビーティングハーツのシングルを出したので、あれも僕は全携帯購入しているのでプラス4500円と。でこの時期にキスマイがですねホームっていう配信のライブをしたので、まあそれに参戦してるからプラスいくらだ、まあ大体5000円か、5000円のチケット買いましたよと。でプラスグッズをまあ多分7000円ぐらいだったかな、まあ、7000円か8000円ぐらい買ったので、まあ8000円プラスしときましょう。はい、ということで現在のこの段階までで締めて12万8500円っていう、いやもうえぐいなこれで。まあね、ここまででその入れてるのはその CD とかその配信とかなんかそのねライブ DVD とかなんかそこら辺のところの金額を入れただけなので、まだまだ実は終わりません。でプラスそのファンクラブに僕は平成ジャンプ、ストーンズ、スノーマン、そしてキスマイ2つ、4つ入っていて、平成ジャンプだけは今年入ったからプラスで1000円かかってきてるので、まあだいたい1万7000ぐらいか、4、4、4、16の1万7000円ぐらいプラスしときますよと。で、その後に、まあ、こういう雑誌類とかもね、アンアンとか、あとこのね、伊達様のデュエットとか、なんかそういうのとかも買っているので、まあ、細かいところとかは、まあまあ、大体抜きにして、まあ、3000円分ぐらいね、ちょっと、雑費ということで、プラスしておきたいなと思います。で、そしてその後に、忘れちゃいけないのが、僕は給付も、たくさん買っているので、そのね給付のやつがまあなんかいろいろね、そのアマゾンとかあとそのメルカリとかなんかもう他のところとかもろもろこの間ね計算したんですけど、それだけで2万円分買っていましたということで、まあここにプラス2万円を入れまして、あとねなんかかかってないかなあ、やべえ、忘れてた。スノーマンの、グッズ買ってるわ、俺。だから、グッズも、プラス、あれ、いくらだったっけ？多分、7000円分ぐらいは買っているから、7000円プラスしておきたい。で、あとは大丈夫か？あ、やばい、9月か、8月ぐらいか、8月にキンプリが出したリセンスっていうアルバム、僕、1枚だけ購入してるので、プラス3000円ぐらいしておきますか。ということで、まぁ、大体の、まぁ、概算で、まぁ、ほんとね、忘れちゃってるものとかはあると思うんですけど、まぁ、今年ね、僕が1年間で、まぁ、使ったお金の金額は、17万8500円っていう。いやー、これはね、どうなんだろう。まあ、なんか一概に高いです、すごいお金使ってますっていう風に言い切れる金額でもないんだけど、17万8000円は高いよ、シンプルに。まあね、本来であればプラスね、例えばライブ行ったりとかしたらそれのお金もかかってただろうし、まあ、あとそのね、どっかに泊まったらそれのね、ホテル代とか新幹線代とかそれとかもかかってくるから、まあ、普通ね、その17万ぐらいじゃ効かないっていうのはま、あるんだけど、まあ、僕はシンプルにその CD と、まあ、そのライブ DVD とか、なんかそれとかを、まあ、なんかちま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 買って、ていて、まあ、ほんとチリツモで結果的にまあ、このねまだ11月だけど、まあ、ここまでで約17万18万ぐらい使っちゃってるっていうね。なんかもうね、反省しますとは別言うつもりは一切ないんだけど、なんかすごい使ったなっていうのはまあ正直ありますね。まあ別ね、僕からしたらね、このオタクのオタ代みたいなもんはもうほぼね、もう医療費みたいなもんなんで、まあなんかね、ほんとジャニーズを見て、まあ、僕は1年間こうね、心の精神衛生っていうところを保ってきたから、もう全然ね、そのこの17万っていう金額はもう本当に惜しくないお金なんだけど、まあね、この17万っていうところをね、まあ、もっと他のとこに使ってもよかったのかなっていうふうに 2% ぐらいね、ちょっと思うのでね、まあ、そこはね、まあ、来年2022年、まあ、どれぐらい使うことになるかわかんないんだけど、まあ、セーブするのもなーっていうふうに思いつつもね、まあ、そのね、CD ちょっと今回は、ま、全携帯じゃなくて、ま、こことここだけでいっかとかね、なんかそういう大人な判断もできるようになれたらなっていうふうに思います。
さあ、ということで本日はですね、僕が1年間で、まあ、いくらジャニーズにお金をね、こう貢いできたのかっていうところの、まあ、大体の概算を皆さんに発表したんですけども、いかがだったでしょうか。まあね、それ以外のところで、例えば僕は家賃をね、まあ、毎月払ってるわけだから、まあ、プラス何十万っていうお金がさ、まあ、1年間でかかっているし、まあ、例えば食費とか、あと生活費とか、もうほんとね、いろんなところにね、お宅以外のね、ところでも使っているので、まあ、本当にね、これはまだ一部に過ぎないっていうね、まあ、本当に、確定申告っていうところがあって、僕はね、この見つめ直す機会があってよかったなっていうふうにね、本当まじまじと思っております。まあですけどね、まだね、今日撮ってるのが11月の14日で、まだね、今年が残り1ヶ月半ぐらいあるので、まあなんかね、その中でスノーマンが例えばまたね、シングル今度出してくれるし、まあプラスでね、まあ例えばライブに行くお金とかもワンチャンかかってくるかなみたいな感じなので、まあ多分ね、着地で言うとまあ20万弱というか、まあ20万強ぐらいになってくるのかなと思ってるんですけども、ぜひ見ているね、皆さんも自分今年1年間どれだけジャニーズにお金を使ったのかなっていうところを振り返っていただけたらなと思います。まあぜひね、コメント欄とかで、私いくら使ってたよとかね、言えないけどね、これぐらい使っていたことにゾッとしましたみたいな、なんかそういうところ皆さんからいただけたらなと思います。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。ぜひ皆さん、お金は大事ということで、来年も楽しくジャニオタしていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや、まあ本当にね、この1年間で17万、18万、まあ多分ね、20万ぐらいお金使うんだろうけど、なんかね、そういうところで僕はどんだけね、楽しい思いしたのかっていうふうに思うとね、全然惜しくないので、なんかね、来年以降とかも惜しまず使っていこうかなっていうふうに、最後のここのね、アフタートークではちょっと見え張っておきたいなと思います。